あさって14日の母の日を前に、みやき町の農家で母の日の贈り物として人気のカーネーションが出荷の最盛期を迎えました。みやき町豆洲の小林源次さんのハウスでは、16品種のカーネーションおよそ20万本を毎年生産しています。母の日を前に収穫が最後の追い込みを迎えていて、昨日は朝から家族総出で作業に当たっていました。この日収穫したのは真っ赤な花びらが人気のチリという品種で、送るときにきれいに開花した状態になるよう逆算し、五分咲きから七分咲きに成長したものを収穫しています。コロナも明けて、自粛もなかったゴールデンウィーク明けた後の初めての母の日なんでですね、ぜひ直接会って、感謝の気持ちと一緒にお花を届けていただけたらなと思います。今年は3月に入り暖かい日が続いたため開花が早まったものの、その後順調に生育し、色や形ともにおおむねいい出来だということです。